気がね。お兄ちゃん様に痛かったんだって。よし。お兄ちゃん様に痛かったのか。いい。そうか。はい、あのお兄ちゃんね楽しいもんね。あれ斉藤君とさ今日は。よし、じゃあ始めるか。いい？今日ね、手作業というかね、塗り絵の日のお絵描き、できる？うん。これじゃあね、ちょっと時間たく、ちょっとね、のんびりあげるからさ、ちょっとこっち見てよ。ここにね、4枚のね、絵があります。みんなもあるでしょ？あるでしょ？それでね、こっちの絵見てよ、これ。見てごらん。男の人がね、野原で寝てるんだけど、わかる？どこで寝てるか。指さしてみてごらん。男の人がね、野原でね、寝ています。どこで寝てるでしょう？探してください。どこ？そう、そこで寝てるんだ。土屋さんどこで寝てますか？男の人がね、野原でね、寝転んでる。そう、ここで寝てる、ほら。ちょっと黒いから見にくいでしょ。有雲さんみたいだね。この人ね、どういうふうに思ってるかというとね、今日はいい天気だな、青い空で素敵だなって言ってるの。で、空を見てごらん。お日様出てるでしょ。鳥さんが飛んでるんだけど、わかるかな。鳥さんはどれかわかる。そう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 、これ鳥さんだ。で、この男の人はね、鳥さんを見てるの。わあ、鳥が飛んでるぞって言ってね。え、空はね、綺麗な空でね、雲がありませんね。で、近くに木があってね、今日はね、芝生もね、これ芝生っててね、草なんだけどね、気持ちいいねって言って。ところがね、今度この絵を見てごらん、この絵。お父さんと子供が歩いてますけど、わかりますか？どこ歩いてる？そう、船木さん見つけた。そう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 、木村さんどこ歩いてる？そう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 、これね、夜ね、暗いの。夜暗くてね、子供、お父さんがね、暗いなで、男の子がね、パパ怖いよって、あたり暗いから怖いよって、大丈夫大丈夫、お父さんに捕まってくるんだぞって言ってね、お父さんがね、子供の手を引っ張って歩いています。こっち来るんだぞって。これね、どうして夜かって分かるかというとね、お空見てごらん、お日様出てるでしょ。見てごらん、お星様見える？そう、お月様もあるでしょ。お月様どこにある？お月様どこかな？そう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 、これだから、これ夜の暗い家なの。お父さん、暗いから周りが見えないよ。そうか、じゃあ電気でね、あたりを照らして歩こうって言ってね、お父さんがね、懐中電灯をね、でね、あたりをね、照らしながら歩いていますね。もうすぐお家だからな、ついてくるんだぞ。はい、じゃあ今度この絵を見てごらん。雪だるまがあるでしょ。どこにあるかわかる？ここどろこ？雪だるまだよ。ここここ。それ雪だるま。そう、土屋さん見つけたね。木村さん、雪だるまだよ。雪だるまって知ってる？ここ。雪で作ったお人形があるの。ここ。どこにある？そう、そこにある。ここにあるね、雪だるまね。実はね、この日はね、寒い寒い日でしてね、雪がたくさん降りました。だからね、屋根もね、木もね、山もね、雪をかぶってね、ん？というような状態なんですね。おお、寒い寒い。子供たちはどこにいるか知ってる？お家の中にいるの。お家の中にいてね、ストーブに当たってるの。今日は寒いよって言ってね、お家の中でストーブに当たっています。これは冬の日、冬の絵ですね。じゃあ今度この絵見てごらん。雨、雨なの。そう、船木さん分かって、あんた素晴らしい。雨でしょ。雨。さあ、お父さんがね、傘を差して歩いています。どこか分かる？ここ。お父さん傘差して歩いて、うわ濡れちゃうぞ、雨だ、早くお家へ帰らないと濡れちゃうぞって言って、お父さんね、傘一生懸命ね、握ってね、歩いています。さあ、雨が降ってきました。うわー、雨だ、大変だ。そしたら空からね、ザーッと黒い雲があってね、雨がね、ザーッと降ってきました。お父さん大変だ、うー、濡れちゃうぞって言ってね、傘をね、一生懸命持ってね、握ってね、歩いています。お父さん濡れなきゃいいね。でも、もうすぐ落ちたからね、これ雨の日なの。でもね、色は塗ってないでしょ。色塗ってないね。そこでね、色を塗ってもらおうと思うの、今日は。できる？で、ちょっとついでに話しておきますとね、ここの女の人がいますね。女の人見てごらん。女の人いるでしょ？この女の人はね、土屋さん、この人だよ。
この人、この人はね、世界でね一番美しいドレスを買いました。すごい美しい、そうそう、綺麗な綺麗なドレスでね、それを着たもんだからね、みんながね、わあ素敵、綺麗なドレスだねって言って驚いています。世界で一番美しいドレスです。わかった？もし色を塗れるようだったらこれ塗ってみてください。でちょっとこれ絵が分かりにくいですが、これはパイナップルです。パイナップルでしょ。でこれがバナナです。これがトマトです。トマト分かる？今美味しいね。でもうじき、てか まだちょっと値段が高いですが、これがスイカです。ところがこれも色塗ってありませんね。これも色塗ってみてくださいよね。まあ、ともかくね、これが難しいの。お昼の絵、いいか、お昼の絵、夜の絵、寒い寒い冬の絵、そしてお父さん大変だって言ってるけど、これ雨の絵、わかります？でも色が塗ってありません。今日は塗り絵のお遊びの日です。後でお絵かきもしますけども、じゃあね、机の前にこうペンがあるでしょ。みんなね、それあげるからさ、開いてごらん。そうするとこうペンが出てくるから、さあペン出してごらん。いい？よし、じゃあこの4枚の絵に色を塗ってください。いいですか？じゃあ塗ってみてごらん。先生待ってるからな。あなた方がね、好きなってか考えて塗るんだよ。あら、ドレスから塗るの？いいよ、あなたドレスから塗る。でも上の絵を塗ってほしいんだけど、あなたそれから塗る？木村さんどれ塗る？どれから？あ、それから塗るの？あ、そう、パイナップルから塗ってくれるんだ。まあいいですよ、皆さん好きなのから塗っていいよ。パイナップル、いいよ、じゃあ塗ってみてください。今日はね、先生ね、何も言いませんので、皆さんは塗りを楽しんでください。いいですか？はい、はい、じゃあやってみて。よーい、始め。本当素敵だよ、このドレスね。よし、じゃあ土屋さんのせいで、斉藤くんの。よし、じゃあみんなね、描いた絵をね、塗った絵をね、見せてもらう。この人素敵、このドレスがいいね。えわあ素敵だってみんな驚いてるね。それからパイナップルにバナナにトマトにスイカ、美味しそうだね。これからスイカがね、うんと美味しくなるそうです。そしてバナナ、バナナ、なんかこれ雪が燃えてるみたいだな。雪がピンクみたい。え、まあ、こっちは時間なかったので途中までしか塗りませんでしたけどもね。この人はこっちの絵から塗ってくれたね。トマト美味しそうだ、スイカもいい。みんな手叩いてあげてね。この人のドレスも素敵なんですね。え、ドレス素敵でしょ。ここに青いね、色が入ってるのいいね。綺麗だ、すごい素敵だ。で、スイカ、トマト、バナナ、メロン。これは雪だからね、冷たいから。冷たい色で塗ったんだ。そうだな。わー、寒い寒いって。これは夜だから、暗い色で塗ったんだ。ね。これはお昼だから、暖かい色で塗ったんだね。上手だ！みんな手叩いてあげてよ。これは船木さんの理屈なんですよ。ね、別に色なんて決まってないんだから。この人の絵の素敵なのよ、この絵。色使いがいいでしょう。ねえ、塗り絵好き？好き。ねえ、だからね、色の使い方がね、とっても自然です。てからこの人のね、いいところはね、この塗り絵をするときにね、いろんな、ね、線を混ぜてる。丸い線だとか細い線だとかね、細かいとき塗るときは、細かいところを塗るときはちょん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 と塗ってるね。この人はね、こういう人はね、字を書くとね、とっても上手になる の、 あの手がね、よく動く人だからね。上手だ、みんな手叩いてあげて。あんた上手なんだぞ。この人のドレスが素敵。これはこのドレス綺麗だね。虹の色みたいだもんね。虹の色、虹のように輝いてるんだって。だからね、わあ素敵だー。トマト、スイカ、バナナにメロン。でこれは雨の日ね。なんか雨の日はこのように見えるね。
ね、なんとなく暗くて夜もそうだね。でもちょっと時間がありませんでしたので、お昼の絵と雪の絵は塗ってありませんでした。じゃあこれは後でまた返すから。じゃあ今度はね、もう一枚ね、大きな紙があるでしょう。それ見てくれる？大きな紙、その紙出して、うん、いい？大きな紙で今度それに書くんだよ。よし、いいか。じゃあ皆さんにね、今日はねちょっと変わったね絵の描き方教えてあげるから。いい？みんなね、お父さんの顔を描くの、これから。昨日ねいろんなこと言い過ぎちゃってね、ちょっと失敗しちゃったからね、今日はお父さんの顔にします。でもまだ描かないの。今日のねお絵描きの仕方はねちょっと変わってるの。いい？皆さんね、お父さんというとどんな色がいいか一本選んでごらん。どれにする？お父さんは、お父さんの絵を描こうと思うんですけど、あなたの一番好きな色を選んでください。それでいい？お父さんの顔、それでいい？よし、お父さんの顔を描くんですがね、ただし、でもちょっとあのこの人はお花をねちょっと吹いてあげて、あのね、ちょっと風邪ひいたんだ、寒くなって。いいか、これから皆さんはお父さんの顔を描きます。でもね、お父さんの顔を描くんですが、ちょっと今日は変わった描き方をします。いい？どういうふうに描くかというとね、先生はね、どの色が好きかな、この色が好きだということで、先生はこの色を使って描きますが、実は今日は見ないで描く。これ描きてあげるから、いい？見ちゃいけない、ちょっと変わってるでしょ。いい？ちょっと投げるけどごめんなさいよ、斉藤君か。ほい、よし、アイマスクをね、これをかけて、いい？これでかけて、これをかけると何も見えなくなっちゃうの。見えなくていいの。だからまずキャップを取っといて、いい？そして、いい？そしてこれをね、かぶってみてください。で、何も見えないの、先生。わあ、見えないよって。みんなもやってみてごらん。そう、アッコ先生にちょっと助けてもらって、かぶれる？そうそうそう、真っ暗でしょ。ねえ、真っ暗じゃない。そう、真っ暗じゃない。そう、見えないようにね。それじゃあ先生が先にね手本を見せるからさ、みんなまあちょっと一度、皆さんはアイマスクを一度取ってみてください。いい？ちょっとアイマスク取ってよ。いい？大丈夫？ちょっと撮ってよ。じゃあ見ててよ。先生がね、お父さんの顔を描くから。いい？見ててよ。ここに紙があるでしょ？でね、大きく描いた方がいいから、先生はこう見ないで描くから。目をこう見ないで描くんだよ。見ちゃダメだよ。で、絵ができるまでね、最後まで見ないでください。お父さんの顔。まず先生は、お父さんはね、林先生のお父さんはね、細い顔してたのね。だからこういう感じ。それで髪の毛はね、こういう風にね、立ってたね、確か。そしてね、こういう風になっててね、僕のお父さんもね、耳が大きかったね。だから大きな耳があってね。そしてね、眉毛が太くてね、下がってましたね。目はね、優しい目でね、いつもニコニコ笑ってましたね。でもね、お鼻が大きくてね、お鼻が大きくてね、そして鼻の穴も大きかったな。そしてお口はね、大きく笑ってたね、いつも。でもね、おひげがあった、そういえば。おひげがあってね、こういう風に。ね。で、前に描いたね。で、目は描けてなかったけど、首があってね、こういう風に。これはお父さんの首。こうして、林先生はアイマスクをつけて、見ないで林先生のお父さんを描きました。で、描き終わるまでは絵を見てはいけません。で、描き終わったら見るよ。いい？林先生どんな絵描いたか楽しみなのね。おお、これが芸術なの。わかる？お絵描きじゃないの。変な顔。変じゃないの、これが素敵なの。わかった？はい、じゃあみんなもね、お父さんの顔を描いてもらいますが、顔を隠してください。
目を隠して、ね、目隠して怖い怖かったら怖い見えないのか見えないのか、それじゃいいよ、木村さん見て書いていいよ、怖かったら。それ怖い人もいるもんな。いや、隠して書ける人は書いてみてよ。怖い怖い、いいよ、どんな絵になってもいいから。じゃ書いてみて。怖いって言われちゃうと先生が。でも船木さん顔隠して書いてみろ。怖い。うぬぬぬ頑張って頑張って、夜じゃないんだから。ね、木村さんじゃあそれ撮ってね、うん、いいよ。じゃあそれで見ながら書いて。ね、そうそう、怖い人もいるんだこれな。先生も暗いとこ怖いんだよ。じゃああなたは隠して書くの。で林先生の。見ない。林先生の。いや見ちゃダメなの。見たらそれはただの漫画とかアニメの絵になってしまうから。あなたも嫌なの？目隠してやってよ。いや、じゃあ木村さん、あなたも？木村さんも？怖い。あなたも怖いの。みんな怖くなっちゃった。じゃああなたも目隠してやれ。やってごらん。目隠してやってよ。先生やったみたいにさ、やってから。楽しいじゃん、これ。こうしてできたのはこれ芸術だもん。芸術だーって。よし、土屋さん書いて。いや、頑張って。ああ、取っちゃった。頑張って書いてみろ。書いて、はい、顔隠して書いてみろ。目を隠して。目を隠して書いてみろ。それ家、すごくいい絵ができるのよ。ピカソのような。あんたみんなピカソなんだから。ね、はい、ピカソ、ピカソ、ピカソ、パブロピカソ。目隠して。よし、あんたピカソだ。じゃあ書いてみろ。じゃあ書いてみろ。はい、お父さん書いてみて、それで。ものすごい勇気あるよ。じゃあ書いて。見ちゃダメ、見ちゃダメ。よし。見ないで書いてみろ。お父さんどんな顔だったかな、丸いかな、四角いかなって言って、そう、あんた思ったとおり、じゃあ書いてみろ。よし。そのまま書いて、うわ、見ちゃダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメ。あなたも顔隠して。嫌じゃないの、それ今日のね、お遊びだから。目を隠して、そして絵を描くの。そうすると、ね、普通では描けない絵が描けるから、あんたも目隠してみろ。さあ、あんた勇気あるって言う子だ。書いてみて、怖くないから。別に夜じゃないんだもん。いや、まあいいよ。時々ね、夜のね、暗い恐怖症の人がいるからな。よし、船木さん、それ、よし。土屋さんも見ないで書いてみろ。こうやって目押さえて。目隠して、よし。よし。はい、あなたも目隠して、目隠して。目隠してみろ。見えちゃうもん。見ちゃうから、見ないで書くの、見ないで。見ないで書くの。ね。ぐるっと書いてみたい。そう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 、船木さん、うまい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 。ああ、土屋さんも見ちゃった。目隠して、目隠して、そう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 、いいぞいいぞ。見ちゃダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメ。書くまで今度目書いてみる。そのままで目書いてみる。それでいいか。よし、船木さん、うまい。船木さん芸術家だ。いいぞ、頑張れ。よーし、書いていいぞ。それで書いていいぞ。あんたも書いていいぞ。あ、土屋さん見てる。見てたらただのお絵描きよ。芸術にならないの。目隠して。さあ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 。おお、斉藤君芸術家だ。いいぞ。で、目を描いてみろ。目を描いてみろ。いいぞ。よし。土屋さん、目隠して。よし。見ないで描くよ。見ないで描くよ。しても下から見えてるよ。もうちょっと下やらないといけない。もうちょっと下やって。見えてるね、それは。あこさん。土屋さん、見えてる。できた。できた。どれにする？この色で。じゃあもうちょっと土屋さん下やって、アイマスク下やってかな。そうすると見えなくなるから。見えないでいいの。見えないで。髪ここにあるの。じゃあ今度お花は、お花どうするの、斉藤君。お花描いた。お口は見ちゃダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメなの。見ちゃ。船木さん、いい人ね。船木さん、芸術家だぞ。よし、耳描いてみろと思ったら、耳どっかに描くでしょう。お父さんの耳大きいかな、小さいかな。よーし、いいぞ、いいぞ。よし、口を描いてごらん。いいぞ、芸術だ、それは。よし、口だ、いいぞ、さあ。あれ、おひげだ、あんた、マイマスク丸見えじゃない、お顔。よし、見ないで描くんだぞ。見ちゃダメ。誘惑に負けちゃダメよ。いいよ、あ、じゃあ、あんたもお父さんの顔描いてよ。分かった？よし、斉藤君見てるぞ。目とか見てね。見てるぞ。ひげ黒。
で色を変える、色変えなくていいからさ、あなたそれどんどん描いてごらんよ、そんなの。そのままね。船木さんも描いてみろ、あとどうする？あとどう？いいよ。お口はどうした？お口描いた？それ芸術なんだぞ、それ。家なんだぞ。もういい？ねえ。あいつそういうのは好きなの、うん、アニメね、あんまりいい、あんまりとか全然好きじゃないね、あんなの。もう終わり？絵が死んでる。もういいの？怖いのか。よし、それでいい、それで、まあ、怖い人もいるね。まあ、来年になるとね、描けるようになるから。でもちょっと覚えておいてよ、そういうふうにね、目を隠して描くっていう描き方ね。アメリカの子供たちはみんなそういう勉強してる。今の私の声だった。見えない。見えなくていいね、見えなくて。見て描いたら、それはまあ絵にはなるけど、ただの絵なのよ。何描くのよ、見えてると。芸術っていうのはね、絵を描くんじゃないのよ。ない心をぶつけるのよ。バババババババ怒ってる時は怒ったようにする。いい？悲しい時は悲しいにする。それが芸術なのよ。違うよ。いいの、それで。ね、それでいいの、いいんですか？まだちょっと時期的にね。土屋さん見てる。見て描いたらさ、ただの絵描きになっちゃうんだな。じゃあちょっとみんなに、ね、見せてもらおうか。船木さんがね、芸術描いた。いい？見せて。あんた上手だね。あり。よし。船木さんね、好きだな。できた。もうペンスカナムダクさん、それペンね、ワゴン寄ってきて全部取いてあげて。紙いいよ、いいよ、貸して。あんた入れちゃったんだぞ。このワゴンで全部取いてあげて。よーし、かけた。じゃあ4人の子供ね、皆さんに書いてもらいましたな。じゃあどんな絵になったかちょっと見てください。僕もね、ね、暗いところ苦手なの、暗いね。だからこの人はね、見て描いてたけどね、お父さん上手だ、これ。あんた上手だな、お父さんだ。これ誰？誰？子供だ。これがお父さん。上手だ、みんな手叩いてあげてよ。いいね。まあ本当は目が、この人がね、ずっとね、まあまあ目を隠して描いてくれました。これが芸術なんですよ。耳を描いてねって描いた。これグチグチグチとひげ描いてね。僕こういう絵好きなの。あとね、この絵をね、直せばいいの。今度はね、直すときはね、こういう風にしてね、こういう風にしたりしてね、俺お父さんの顔だよって。これが顔でね、これお父さんの顔でしょ。それでこれが目で、お父さん目が描けるのね。描ける。これ目がね、お父さんので、お父さんのお口、これお口だったね。これお口、いいよ、これ。僕この絵好きだよ、これ。これが芸術なの。わかる？これが芸術なのよ。あんたは芸術家だぞ、すごいぞ。みんな手叩いてあげてください。一生懸命目隠しながら、一生懸命間から見て描いてくれましたな。怖いもんな。怖くない。あ、これ逆さまこれでいいの、こうか。一生懸命目隠しして、一生懸命見ながら描こうか。やっぱりお父さんひげがあるのかね。お父さんひげがあるのか。うん、かっこいいの、お父さんね。いつものお父さんニコニコ笑ってるの、よくわかる。上手だ、みんな手叩いてあげてください。この人は全く見て描きました。見て描いた、見ないで描いた。本当、これお父さんの顔で、目鼻口ね。先週の描いたね、お父さんの顔見てよ。あとね、ここまで描いたらね、色を塗るとね、これ変な子じゃないのよ。これがね、芸術なんですよ。あとはね、時間をかけてね、そして色を塗っていくの。あそこにある絵、あれ鳥なんだよ、鳥。ミロっていう人が描いたね、ジョアン・ミロっていう人が描いたね、ジョアン・ミロね。あれ鳥なんですよ。あれが芸術なんですよ。あっちのあそこの赤いの見てごらん、あそこの向こうにある赤いの。あそこの壁に赤いのがあるでしょう。アコさんにちょっと指を裂いたり、あれカトランっていう人が描いた。あれもいい絵なの。ああいう人たちはね、見ないで描いてる。心を描いてる、心の中のもので。心の中を描くと、ああいう絵が描けるようになるよ。
ね、もういいよ。ねえ、シャガール。シャガールじゃないな、これは。シャガールみたいになっちゃうんだけど。シャガールっぽく。これ僕のお父さんね。わかる？お父さん。アリ捕まえた。アリ捕まえた。そう、アリの話また今度な。これハエ先生のお父さん。変な顔。変じゃないの、変じゃないの。こういう絵が好きなんです、先生。そんなさ、ねえ、まあそれぞれ好き好きがあるけど、だけどみんなの描くように描いててもそれつまんないのよ、そんなのは。自分の心の中を描く、みんなの心の中みんな違うんだから。ケロちゃん、これ林先生の描いたお父さんの顔ね。ケロちゃん、そしてお口もね、お口赤な赤でいいんだよね、なんでもいいんだよ、色なんて決まってないんだから。ねえ、これが林先生のお父さんです。で、これが芸術なの。わかる？芸術。ちょっと言ってごらん。芸術。芸術。芸術。わかった、ね。これが芸術だ。まあ、ちょっと今日時間早いですけども、今日はこれで終わります。これ先生の書いた芸術。私のお父さん。これがね、どっかのね、デパートとか、ね、ショッピングセンター並んでると嫌だと思うんだけどね。皆さん同じような絵を描きますね。はい、じゃあ今日の勉強はこれでおしまい。そのペンをあげるからな。いい？おうおうおう、触ってやな、ま、こんにちは。今日は塗り絵の勉強をちょっとして、まあ、これはアイマスクをかけて見ないで絵を描いてということで、まあ一つの指導法の一つですね。見て描くとどうしてもこうありきたりの絵になりますけども、見ないで描くと心の中のものがそのまま出てくるということでもないんでしょうけども、イメージとして描けるというわけですね。まあ印象派、抽象画の描き方の練習です。で、今日はもう一つ最初に塗り絵の勉強しましたんで、今口頭で説明したんですけども、この塗り絵というのは4歳児にとっては非常に重要な意味を持つんです。というのは 4.5 歳ぐらいになってきますと、子供というのは字に興味を持ち始めて急速に文字を書くようになります。そこで、まあ、塗り絵の勉強がなぜ役に立つかというとですね、例えばここにさ、どうぞ、いいよ、そこに座って。じじ、うん、ここにある。あんたこの前の似顔絵に似てたでしょ。あれ似てない。まあいいよ、スタジオでも今録画してるから。そこで例えばここに三角ってもの、あおいお前、三角ってものがありますから、例えば三角の時にこういうふうに横線縦線こういろんなふうにこう塗るわけですね。で、これが運筆能力って言われてる能力です。例えば丸いところは丸く塗るとか、こういうふうにこの運筆能力の練習といいますか、文字学習に先立ってこの手の運動ですね。 でも触らないでよ、カメラ。あね、岡崎さん、斉藤さん向こう連れてって、この人これ邪魔しようとしてるから。あんたおせかお尻臭いから今度パンツ変えてきなよ。やだね、若い娘はクソつけて本当に。やだね、あんたのケツクソまだけだろうが。まあごめんなさいね。こうして色を塗るってことですね。で、これはね、どうしてこれ重要かというとですね、こういうことなんです。よく見ててくださいね。例えばですよ、横線はね、私のこの手の動きを見ててくださいよ。横線は非常に単純なんです。何も手動かないでしょ、見ててくださいよ。ところが縦線はちょっと斜め前からやってますね。縦線の時はこの手が非常に複雑に動くんです。わかりますか、こういうふうに。横線の時はこのまま引っ張ればいいですね。これ横線です。縦線の時はこうなるんです。で、さらに難しいのが、待っててよ、顔映っちゃうぞ。さらに難しいのが円、丸なんですね。丸を描くときはね、手の動きは非常に複雑な動き方をします。見ててくださいよ。こういうふうに動くわけです。もう横でやりますね。で、こういうふうに描くわけですね。これが丸なんです。これはじゃあ誰でもできるかというとそうじゃないんですね。4歳児ぐらいからこのちょっと練習なさるというわけ。例えば運筆能力の発達しているお子さんの場合は丸を、きれいな丸を描くことができます。そうではなくて、運筆能力がまだまだだと思われるお子さんの場合は、その多角形に近い丸を描くんです。キコ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 とこうね。ですから、きれいな丸を描くか、
多角形に近い丸を描くかによってですね、まあ、分泌能力に大きな差が出てくるわけです。そして 4.5 歳、4歳6ヶ月からいよいよ文字に興味を持ち始めて、ほっといても子供というのは自然と文字が描けるようになるわけですけれども、その時にいろんな問題が起きるんです。例えば青を見てください。ここまではいいですね。まあまあ縦線大変です。ここでぐるっとした曲線が入ってくるんです。ところが分泌能力のないお子さんに青を描かせるとこうなっちゃうんですね。例えばの話ですよ。いはいい。今度はうが問題ですね。うは、こういうふうに書きますが、分泌能力の、まあ、まだ発達してないお子さんの場合はこういうふうになっちゃうんですね。でお母さんが、あら、こんなじゃこれじゃいけないのよ、こういうふうに丸く書くのよって言うんですけども、それはお母さんがそう言ってもですね、手の方があの自由にまだ動かせないわけですから、無理もない。そこで短絡的にですね、うちの子字下手だから、ではお習字教室へとこうなるわけですね。じゃあ習字教室へいれば字が上手くなるかというと、それは見た目には上手くなりますが、今度は書く速度が非常に遅くなりますね。あのやっぱり字というのは、まあ、きれいに書くことも大事ですけども、今度は早く書くということが、あの大きなポイントになって重要なポイントになってきますから、あの早く書くという意味では、あのむしろお習字で習うような字を書いてると、逆にこれは綺麗ですけども、書く速度が非常に遅くなってしまうということです。ということで4歳ぐらいになりましたら、運転能力の、まあ、練習ですね。そのためにはこの塗り絵が良いということですね。塗り絵が見直されている理由がそこにあるんですね。だいたい3歳から4歳にかけて一生懸命こう塗り絵やりますと、先ほど言いましたように分泌能力の発達しているお子さんは、細かいところをこうしてこういろんな曲線を混ぜて、曲線混ぜたり縦線混ぜたり横線混ぜたりして、こういうふうに塗り始めますから、こうしますとその後今度文字学習に入った時に非常に、まあ、スムーズにというか綺麗な字を書けるようになるということです。ぜひ参考にしてみてください。以上です。